ゼロからギターでございます。この村下さんの歌、春雨サラダじゃなくて春雨、もともと
僕あの村下幸三さんの歌一曲しか知らなかったんですよ。自慢じゃないですか。初恋しか知らなかったんです。で、あのちょっとあることをきっかけに踊り子を覚えまして、でこれで2曲になったじゃないですか。で先日あの幸三さんのお姉さんが SNS でこの春雨の YouTube でしたかね、あのシェアされてたんですよ。でたまたまそれポチッとこうやってみましたら、なんだこりゃみたいな、いい歌だなと思って、電話の度に、なんだっけ、二度と会わない電話の、あ、そう、電話の度にさよならって言ったのに、どうして最後は黙っていたの、悲しすぎるわ、振られたの本当は私の方じゃないみたいな、のになんで電話するたびにさよならってこっちから言ってんの、それも分かってもらえないし、なんで黙ってんだみたいな、ここがぐさりとはまりまして、ものすごい昭和感、三歩下がった女性の感じがなかなか良かったもんね。あとメロディーと、はい、この歌ってみたいなと思って一昨日覚えたんです一昨日覚えて、まあ服装あの動画の中で変わってましたからあれですけども、昨日と今日で撮ったんですよ動画。その前の日ですからね、この歌なんとなくですよ、なんとなく歌えるようになった、よしよし違うと思うんですけどで、とあの歌えるようになるとあの動画撮りたくなるじゃないですか、録音したくなるじゃないですか。なんで昨日から始まって今日できました村下幸三さんの春雨でございました。この動画を初めてご視聴くださいました方は、まだチャンネル登録とかなさってないと思いますので、あーっとチャンネル登録とベルのボタン一つポチポチとやっておいてください。あとよかったなと思ったらグッドボタンよろしくお願いします。そんでなんか言いたくなったら、文句じゃダメです、文句はダメ、文句は言っちゃダメです。心温まるような何かこう伝えたいような言葉が出てきました、あの優しくオブラートに包んでいただいて、それでコメントください、よろしくお願いいたします。では今回はこれで終わりにさせていただきますが、この後ゼロからギターその391、393で今僕が歌わせていただきました村下幸三さんの春雨の超詳しいギターの弾き方やりますので、ぜひご視聴ください。ゼロからギター見て弾けたならチャンネル登録してね、そして右に出てくる